あらよっと。ちょっと思いつかなかった。あ、どうも、おじさんです。まあ私、今、ハゲてるわけですけれども、本当はね、その今、薄毛治療、薄毛対策っていうのをやっているわけで、定期的に、こんぐらいになったよっていう報告はしていこうとは思ってるんですけれども、まあ毎回これやってるなと、毎月やってもこれきりねえなっていうことで、2ヶ月1回はしょって3ヶ月とかで、また報告できたらななんて思ってるんですけれども、まあちょっとだからそこは1回はしょったとして、まあ髪が薄いわけですよ、要は。まあちょっとね、1ヶ月目よりはさすがにちょっと、まあ毛も伸びたっていうのもあるし、濃い部分が、黒い部分が増えたなっていうのはありますよ、確かに。ただまあ依然としてハゲてると。じゃあ、こんなハゲてる人間が、白髪染めしたら、どうなんだっちゅうのをね、ちょっとね、実験でやってみたかったんで、今から黒染めしていきたいと思います。ちなみに違う実験はやったことあるんですよ。過去の動画を見ていただけたらと思うんですけれども、まあちょっとハゲてる人間が金髪にしたらどうなんだっていうのはやったことがあります。まあハゲてはいるけど、若干目立たなくはなるんですよね、ハゲが。だから金にするっていうのは、ある種最適解ではないかもしれないけれども、目立たなくはなるかなっていう感じ。で、ハゲってじゃあなんで目立つかっていうと、黒い部分と白い部分の対比でハゲてるように見えるというわけでございます。なので、黒い部分が増えれば、ハゲ度は増すんじゃねえのかなっていう僕の仮説。で、実は、ハゲに並行して、まあ、おじさんですって言ってるのもそうなんですけど、白髪がね、めちゃくちゃ増えてきたんですよ。まあ、後でちゃんと写真は撮りますけども、この白髪染めする前にね。見えますかね？これとかも白髪です、これ。これとか。白く見えるところ。光で当たって白く見えるとこ、これ光じゃなくて本当に白髪なんですよ。割とほら、これとか、この辺とか。白髪がめっちゃ増えたんですよね。もうここ1、2年で。だから、ちょっとみそらしくなってんすよ。やだなぁと思ってて、ずっと。だから、まあ髪伸ばして、ちょっと髪でも染めてみようかなぁなんて思ってたんですけど、まあちょっとまだ思うように、髪が伸びてないというか、思うように髪が生えてないという状況なんで、一旦ちょっとね、まあみそらしい部分、この辺だけでも黒染めしとこうかなっていうのがこれを思いついたきっかけなんですけども。じゃあ、これ黒染めしちゃったら、黒い部分は増えるけども、ハゲと増すんじゃねってちょっと戦々恐々としてるんです。なんでちょっとそれをやってみようと思ってます。で、いわゆる僕よくやるハゲ隠しの黒染めスプレーではなく、なんて言えばいいんだろう。黒い部分、なんつうんだろうな。白い部分と黒い部分の境、なんつうんだろうな。まあ、まあいいや。そういうこと。ちょっともうおじさんだからね、頭が回らないというか、言葉が出てこなくなってきてね、最近。口も回る、まあ、そういうことでちょっとまあ、白髪を染めていきたいと思います。じゃあやっていくか。じゃあちょっとその前に一回じゃあ写真撮らせてくれ。まあ一応写真は撮ってあるんですけど、まあ、改めてちょっと動画でも見えますか。これとかほら、この辺とか、これもそうかな。これもそうだね。あと横ですね。ほら、この辺真っ白じゃん。この辺、小指のあたり。気持ち悪いんですよね、もう。なんで、ちょっと髪を染めていきたいと思います。ちょっと今、充電待ちです。iPhone の充電待ちです。じゃあ、これは何なんだって話なんですけども、僕、未来持ちな。はい、じゃあ、やっていきまーす。これですね、今日使うのはこれ。別に、商品紹介とかじゃないんですけども、サロンドプロ、匂いのないワンプッシュメンズカラー、ナチュラルブラックでございます。あ、シャンプーもついてる。ボリュームシャンプーだって。ボリューム出るのかな？そもそもボリュームないんだけども。まあ、いいや。で、一応段階で言うと、真っ黒ですね。じゃあちょっとこれ、やってみます。ちゃんと、一応ちゃんとやってくださいね。ちゃんと。しかもワンプッシュだから、こう混ぜたりしなくていいんで、すげえ楽っていう。あと一応これね、もう、使い古した黒い T シャツなんで、はい。もう気にせず、やっていこうっていうスタイルでいきます。で、これですね。これと、さっき言ってたこのシャンプーね。ボリュームシャンプー。じゃあせっかくだからこれ使うか。
ね。で、ちなみに何分放置だこれ。塗布時間5分以内。で、放置時間5分程度。5分でいいんだ。まあ、ブリーチとは違うからね。色が乗ればいいっていう、ただそれだけだから。これでもさ、これ定期的にやらなきゃいけない。どんぐらいで落ちるんだろうな、黒って。あとこれ、冷蔵庫で保存した方がいいのかな。なんか、これ放置してるとね、これパンパンにボーンって破裂することがあるんで。あ、でも、残った分は次に取っておけますって書いてるね。でもこれ取っとくと、これ、マジで大変なことになるから、なるべく早くは使いたいんですけど。だからまあ2週間後か1ヶ月後ぐらいかな。もう一回染めようか、じゃあ。まあいいや、じゃあちょっとやっていきます、普通に。もう特にふざけて書いてとかしないで。はい、いきます。これをワンプッシュするだけ。はい、これ。これで OK。で、まんべんなく、これまんべんなくやっていきます。もうそれだけ。ただただそれだけ。5分だって。で、ちなみにちょっとね、また髪若干切ろうと思ってるんですけど、一回白髪染めしてからと思ってたんで、なんでちょっとこのタイミングになっておりまーす。いくす。まあ。なんだろうな、不思議な絵だな。ハゲがオールバックにしたらみたいな、そんな感じ。多分グレーヘア、俺こんな感じなのかな、いいかな。どうだ、後ろが全然見えなくて分かんないから、まあ、こんなもんでいいんじゃないかな。 OK、 じゃあこんなもんで一回ステイで。これさ、洗うときどうしたらいいんだろう。優しく均一に伸ばします。優しくいる、優しくいる、激しくは逆にどうやってやるの。あ、手袋をしたままぬるま湯で色が出なくなるまでよくすすぎます。だってなるほど。で、シャンプーで仕上げろと。 OK、 あ、一応じゃあ一周しますか。はい、濡れてますかね、わからないですけども、もう一周どうでしょう。目標どうでしょう。こんな感じです。さて、行くか、やっていきます。ちょっとシャンプーして今。そうですね。おお、なんかラストのシャンプーみたいな匂いします。苦い。あっ、ひゃ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 。OK、 Google、 僕の髪を乾かして。物理的なことはできません。じゃあ自分でやります。あれ、なんか増えてんのかな。あれ、なんか髪増えてね。あれ、なんか髪増えてね。髪増えてね。ハゲでした。こんな感じでございます。見ますか。どうだろう。まあ、結論に言いますと、僕レベルの白髪だとよくわからない。あんま変わんねえな。なんかハゲが目立つようになったとかもないし、かといってじゃあ隠せてるかっつったらそうでもねえし、まあ今はそのシャンプーして髪乾かしたんでちょっとボリュームは出てるように見えるけど、実際これだから汗でへたってきたりとか、その油がベトベトしてへたってきたりとかしたら実際結構ハゲ散らかすと思うんで。ということで、まあがっつり白髪の方はちょっとわかんないですけど、ぼちぼちちょっと最近白髪増えてきたかも、やっべえな、だけどハゲてるしな、これ以上ハゲ度増すの嫌だななんて思ってちょっとためらってる人、もしかしたら1億人に1人ぐらいはいるかもしれないんで、その人に届いてくれればいいかなっていう、この情報が。まあだからあんま心配せず、白髪染めはやってもいいかなっていう結論でございます。以上、38歳健康診断オール A の岸と申します。
よろしくお願いします。